はい、中西教授の虎の穴チャンネルということでですね、今先ほど紅白戦終わりまして、まあ実戦、形式というのはね今日から始まったんですけども、その紅白戦をちょっと振り返ってねいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、お願いします。本日、2月5日紅白戦がね、今シーズン初めての試合があったということで、はい、まあ、結果としてはね、うん、赤組白組、2対4で白組が勝ってというような試合結果になってまして、さあ、あとそのね、紅白戦のところについて中西さんと振り返っていきたいなと思うんですけれども、うん、じゃあちょっと早速ね、試合の内容だけささっと僕の方から今からお話をさせていただきます。でまずですね、1回両チーム先発が伊藤将司投手と藤浪投手で始まってますと。で1回はですね、両方 0-0 で、終わったんですけれども、試合が動いたのは、2回の裏に、藤浪投手から佐藤選手がですねホームランをレフトに放ちまして、そこで試合が動きましたと。でそこからただあんまり動かずに、3回の裏に藤浪投手からピッチャーが渡辺投手に変わりました。次4回表ピッチャー馬場投手に変わったと。で、はい、次4回裏がまた渡辺投手から小野投手に変わった。で5回の表次馬場投手から小川投手に変わってという形で、5回の裏に、木浪選手のタイムリースリーベースで1点が赤組に追加されて2対0、はい、と6回の表ですね、次6回の表にまたガラッと動きがありまして、梅野選手のレフトオーバーのヒットからどんどん打線がつながっていって、最終的にですね小畑選手のセンター越えのランニングホームランでボコボコっと点が入って、最終的には2対4で白組が勝ったと。一挙に4点取ったとかね、はい、一挙4点ということで試合が終わったんですけれども、はい、まあ、いろいろポイントはあると思うんですけど、まあ今回の紅白戦まずね、今季1試合目ということで、中西さんざっくり全体としてはどんな試合でしたか？ざっくり全体して非常に内容の薄いゲームでした。おお、内容が薄いとあまりこうなんていうかな、投げたピッチャーも変わり映えが感じられなかったし、うん、今年これはいけそうだなっていう感じの、そういう投げたピッチャ ー全員にこう感じるような、そういう投球の内容は見れませんでした。はい、まあ、打線でいうとやっぱ佐藤輝が一番こうね、はい、まあ、5回もその木浪の2点目打つ前にツーベース打って、で左中間打ってっていう、その前にもホームラン打ってますし、うん、まあ藤浪が打った球はアウトハイの高めのボールを非常にこう上からうまくこう叩けたかなというね、まあ一応非常にこう風がね、いい風がまあレフト方向吹いてたからいいね、やっぱりこう飛距離を出せれるバッターだなという感じをしましたし、うん、まあ全体に言うとだから打線もまあサトテルが目立ったぐらいの感じのところで、あとはまあピッチャーは先ほど言ったように、まあこれっていうかな、あんまりこう本当に変わり映えしない、まあ、藤浪も初回からいきなりこうやっぱり抜けてるボールが目につく、うん、まあ、里輝 の打たれた次 その坂本にね、ライト前アウトローのボール打たれてるんですけども、はい、まあ、149キロで結構こういい感じでこうアウトローに投げてるんですけど、うん、そのボールをこうしっかりとライトに弾き返されたっていうのかな、まあ140キロぐらいのボールをこう弾かしたような、それぐらいのこう威力しか感じなかったっていうのがあったんで、であとはバーバーであったりとかね、まあ、斧であったりとかも、まあ、やっぱりこうフォークボールっていうのを簡単にこう見分けられるようなこう制球っていうかな、そういうこうやっぱりこう制球団っていうのがやっぱり見えたしね、斧もやっぱ2アウトを取ってからフォアボール出したりとか、ということでね、ちょっとこうなんていうかな、アピールに欠けるというか、まあアピールに欠けるというか、まあ全体のとこは実戦ちょっと早いなっていう感じのこう調整具合ですよね。なるほど、全体感としてはまだ、両チームとも仕上がってないというか、そうですね、そういうような印象を受けたっていう感じですかね、はい、まあこれ当然ね、やっぱりこう、まだ5日というところなんで、まあしっかりそれに、まあ、8日には対外試合もあるんで、っていうところでの準備としてこう紅白戦やってるとは思いますけども、そうですね、はい、じゃあちょっとポイントポイントで、細かく聞いていきたいなと思うんですけれども、はいはい、まずは最初先発のところですね、先発のところで、伊藤投手藤浪投手始まったじゃないですか。で、まあ、まずはなんといっても藤浪投手かなと思ってまして、うんうん、いきなりですね、うん、ちょっと初球抜け球から入ったじゃないですか、はいはいはい、アウトハイのバンって抜け球から入って、しばらく抜け球が
こう続いて、まあ、解説続きましたよね、はい、岡田さんがねあのトラテルとかも解説入ってたんですけど、うんまあ、なかなかうーんみたいな感じの、 あの岡田さんも反応されてたところで、うん、ポンポンと 1,2 番ちょっと良くない感じだったんですけど、そっからですねロハス選手に対しての初球アウトローすごくいいボールが1球パンっていって、はい、最終的に緩いカーブで三振取ったじゃないですか、うん、はいはい、菅野投手にこう教えてもらったなんか軸足の使い方とかなんかそういうところに関して成長が見られたりみたいなことありました？うん、あまりなかったね。うん、うん、軸足のこうしっかり軸足が溜まって、見るからにねこうかなりこう右足重心、重心を残して、投げに行ってるなっていう感じるっていうところはあまり受けられなかったね。ただまあ今までなかったね、あのカットスライダーっていうのが大体受けるピッチャーは、まあ、あのロハスあの投げた、ね、緩いああいうカーブは緩急としては非常にこうね、いい武器になる球は投げたかなっていう感じはしますよ。あれをまた実践のほど使えれるようになっていくとかね。いいですね。藤浪投手、うん、そもそもストレートの威力がすごいんで、そうそう、あのカーブ、ね、やばいですよね、うん、そう。であとはやっぱりこう右バッターになるとやっぱちょっとこうね、加減してるというかな、はいはいはい、うん、ちょっと合わせていくところがあるんで、うん、そういうところでやっぱこう坂本 の, そのライト前であったりとかも、はいはい、うん、やっぱり威力を感じない、そういうストレートでしたよね。149キロっていう こう球速が出てるけども、うん、それが149キロに感じるこうまっすぐではないというかな、うん、うん、左バッターの時はね、お手151とかも投げてたし、うん、ちょっとこう右になると合わすのかなっていうところはありましたよね。うん、うん、そうですね。で、まあ、藤浪投手そのまま投げて、次、佐藤選手との、ね、対戦が2回にあったと思うんですけど、うん、はい、これね、去年も同じキャンプで藤浪選手と佐藤ルーキーの佐藤選手って対決があって、ね、はい、まあ、去年はやっぱ意地見せて三振みたいな感じだったじゃないですか、うん、去年は本当まっすぐね、まっすぐばっかりでこう三振取りましたけどもね。で、まあ、1年経ってどうなのかなっていうところで同じようなシチュエーションで今年入ったんですけど、うん、まあ、佐藤選手がねこう際どいボールは全部ファールにしてとか変化球もファールにして、はい、ボール球はちょっと分かりやすいねボールが続いている中で、うん、まあ、最終的にファールで粘って最後高め打ってレフトにホームランみたいな感じで、はい、あれはしっかりこう外の高めをこ うまく上から叩けたかなっていうね、うん、下からバットが出るんじゃなくて本当にこう上からこう高い球に対して上からしっかりとこうバットをた叩けていけたかなっていう感じがしますよね。だからこう、うん、エアドーンに入ったと思うんですけどね。なんかこう藤浪選手ってでも力で押すタイプのピッチャーじゃないですか、はいはいはい、っていうピッチャーがあんな感じでこう高めを簡単にホームランされちゃう、逆方向にホームランされちゃうのって結構あれなのかなっていうのを感じたんですけど。そうですよね、うん、本当こうパワーピッチャーなんでやっぱりこう高めで勝負するっていうところもねやっぱ、出てくるんで、うん、そういう意味で高めでこう空振りを取れないっていうのはね、うん、まあ、空振り取れなくてもキャッチャーのポップフライであったりとかそういう球の回転になってこないといけない高さではありましたよね。そうですよね。あそこ、うん、軽々ホームランにされちゃう感じだと結構なんかタイプ的には課題としては大きいのかなっていう意味、はい、だからまだまだまだ本当こう実戦に、投げれるっていうようなところではないというか、まあただね、うん、8日の対外試合とかそういうこれからも試合があるんでそういう意味ではこう、はい、各バッターとの対戦というのはやっぱこうクリアしていかないといけないんでね時期的に、うんうん、そうですね、まあだから次の段階に進む上でのこう実践という感じなんで、うんうん、ちょっと今年あこのピッチャーいいな変わったなっていう変わり映えは本当今日のゲームに感じてはなかったです。まだその感じは見えないという、ね、見えなかったです、うん、はい、まあ、まあこれからちょっと仕上がっていってね、あの変化が見えてくればいいかなというふうな感じですね、はい、じゃあ次、一方相手チームの先発の伊藤投手ですね。伊藤投手はやっぱりこう非常にこうなんていうか自分の投球というかな、はい、らしさをやっぱり前面に出してたし、うん、まあ実トレでフォークボール習いに行くとか言ってた能見からね、なったフォークも何球か投げてましたけど、うん、ただこの辺のボールはまだね自分のものにはなってないなっていう感じの、ただ試してたっていうところは意図は見えましたよね。そうですね、能見投手から習ったフォークみたいなところで結構注目して僕も見てたんですけど、はい、まあまあなんか試し探り探り使ってる感じ、はい、ではあったんですけど、まあ、それはこの実戦でね、まあ、ブルペンでやってることを実戦でバッターに対して、うん、そうやってトライしていくってことはいいことだと思いますから。でまあそのフォーク以外はやっぱりこう去年ねやっぱ2桁買っただけあってというか、はい、安定感があってやっぱ岡田さんもすごい伊藤投手に対してはね安心できるし自分のボールをよく分
かってるなっていうふうなことをおっしゃってたんで、うんうん、やっぱこう伊藤投手は中西さんの目から見ても今の段階からでも割とまとまってるというかしっかり投げてる。まあそうですね、今日投げたピッチャーの中ではね本当にこう一番段階を踏んでやっぱり投げていけてるなっていう感じはしますよね、うんうん、しっかりとした自分の投球を出した2イニングだったと思いますよ。で、まあ、その伊藤投手から一番最初にヒット打ったのが小畑選手ということで、今ちょっとね二遊間のコロナの影響もあるしね、離脱が多い中で、小畑選手がねしっかりこうアピールできてるっていうのも、これもなんか一つ注目ポイントなのかなと。まあ守備はね非常にこう定評のある選手なんでね、そういう意味ではこう打撃面でこうアピールできたっていうところはね、やっぱりこう一軍でも何試合かやっぱ出た選手ですしね、そういう意味ではこう期待できるそういう若手ではいますよね。そうですね、バットの方でこうしっかりとアピールができたと思いますよね。あとはそれこそポイントで言うと渡辺投手も結構気になってて、育成のピッチャーですけどもね、育成なんです、左のピッチャーでね、なんか高梨投手みたいな感じのイメージのピッチャーで、右バッターに対してはなんか例えばロハス選手に、ね、ライト前ヒット打たれたんであんな感じで対応されると結構きついのかなってイメージあったんですけど、左に対してはすごい有効なボールを持ってるなっていうイメージだったんですけど、あれは中西さんどう思いました？そうですよね、左にしっかりとこう抑えられるというかな、逃げるボールもあるんで、だから右に対してこう外にシンカー気味のボールというかね、ツーシーム気味のボールをやっぱり、握りを少し変えるだけで違ってくると思うんで、そういうボールをこうアウトローに集めれるっていうのをこれからね、ブルペンに投げていけば、面白いとそんなにはなると思いますよね。そうですよね、なんか、試合化登録も近くなってくると思うしね、やっぱメインの球種でやっぱり大きいスライダー、大きい逃げる球があって、それに対してこう逆のシュートみたいなのを持ってるんで、そうです、はい、それが佐藤選手でしたかね、投げたの、かなりもうどん詰まりみたいな感じで、ゴロに打ち取った打席が両方にこう触れる球があるっていうのは結構自分の一番武器であるその大きなスライダーっていうのがあれば、その逆対角のボールっていうのはやっぱり大事しなきゃいけないですよね。だからいわゆるそのシュートボールね、このボールもしくはそのインサイドのまっすぐっていうところをやっぱり大事に、していかなきゃいけないでしょうね。かなりなんか打ちにくそうやなと思ったんで、なんかそれこそ左のねワンポイントとかでバッと使えるようなピッチャーに育ってくれたらすごい阪神としてもいいんじゃないかなというふうなイメージを受けましたね。であとは馬場投手ちょっと気になったというか、最初ねかなりもう簡単にというかポコポコランナーを出していきなりピンチを作ったんですけど、そこからの3者連続三振みたいな感じでこう三振取る能力というかみたいなのやっぱ馬場投手高いのかなと思ったんですけど、馬場投手フォークボールという武器はあるんでね、ただシーズンだとあの時点でフォアボール時点でもう交代させられてますよね。まあまあそうですね、確かに。だからあの辺がやっぱこう変わり映えがしないっていうところですよね。やっぱりその2点とか3点ビハインドのところね、行くピッチャーなんで、もしくはこう勝ち切りピッチャーがちょっと連投してる時にはね、同点の場面で行ったりとかもしなきゃいけないところなんで、そういう意味で言うとこうそういうなんていうかなフォアボールはっきりした、フォークボールのこうボール黙っていうのがね、目につきましたよね。だそれ昨年とあんまり変わってないんちゃうっていう感じの、なんか投球内容にしか見えなかったよね。なるほど、うん、ただまあ三振のところとか見てるとこう持ってるボール自体はやっぱりいいんやなっていうのは思ったんで、まあそれだけゲームを投げてるわしね、はい、だからその無駄なフォーボールとかねその辺はやっぱりなくしていかなきゃいけないし、まあ、打ち取ったとしてもこうスリーボールツーストライクというのは非常にフルカウントが多いよね。あなるほど、やっぱりもう一つその前でやっぱりこう結果球になる球っていうのをやっぱり投げていかなきゃいけないですよね。だから2ボール、2ストライクまででなんとか勝負を決めれるようにしていかないと、なるほど、ね、いけないと思いますけどね。まあまあじゃあ試合の全体の振り返りとしてポイントとしてはまあそんな感じですかね。ですね、はい、あとはあれですね、こう僕結構すごいいいことだなと思ったのが、糸井選手がねこの時期からあの大ベテランで40歳にもかかわらず志願でもういきなり試合出てるじゃないですか。なんかああいう存在がこういてちゃんと大ベテランで実力ある選手がこんな時期からね試合出るぐらいのこう気迫を見せてくれてるっていうのはすごいなんかチームにとって僕いいことなんじゃないかなと思って。そうですね、若手はやっぱりそういう先輩の姿を見て、やっぱりこう引っ張られていきますから、そういう意味では初日からねキャンプインの1日からやっぱりフルメニューで、やってますから、もうベテランになればねある程度自分流の調整っていうのを任されるんですけども、
それをあえて、しないでね、チームの本当にフルメニューでこうやっていってる、そしてこうして、紅白戦実戦出ていってるっていうね、まあ外国人でもロハスなんかもそうですけどもね、うん、特に糸井さんなんかね、やっぱりこうああいうベテランですから、本当に若い選手はやっぱりこう気抜けないよね、逆に言うとね。そうですね、うん、はい、やっぱりこうなんかね、ベテランも含めて競争が起こってる感じがあって、すごい雰囲気としてはいいんじゃないかなと、うんうん、はい、まあ紅白戦ですからね。でも、うん、スタンドも結構今日は入って、ね、いたみたいですしね、うん、本当にまあ、一番楽しい、見てる側も楽しかったんじゃないですか、うん、2年ぶりの有観客ですからね。そうですよね、ファンとしてももう、満を持してというか、そういうことです。はい、どっちにしても勝っても負けても阪神タイガースですから、うん、ね、赤海が勝とうが白海が勝とうがタイガースですから、うん、だから見てる側は他に負ける、負けることはないわけですからね。そうですね、はい、盛り上がって皆さん見ていただいたんじゃないかなと。中西さんもね、うん、だから紅白戦も一番なんか面白いんじゃないですか、はい、逆に見る側はね、うん、はい、中西さんも試合前ね、サバカンさんにスパチャ送ってね、はい、そうですね、ライブもちょっと聞いてましたからね、はい、もうサバカンさんもね、ちょっとお世話になってましたからね、このチャンネルも出てきてもらいましたし、はい、またちょっとコラボとかもねしたいですね。そうですね、はい、はい、じゃあまあまあそんな感じで、中西さんもね、僕もちょっと最近ツイッターとかも頑張ってるんで、よかったらそっちの方もフォローしていただいて、はい、これからも引き続きね、まあ、2月中はね、しばらくキャンプのお話になってくるんじゃないかなと。そうですね、はい、はい、思いますので、結構ね豪華めなゲストもこれから予定はしてるので、一応ゲストもね、オファーはかけてるんですけど、なかなかスケジュール調整が合わなくてっていうところなんで、皆さん沖縄に行かれてますからね、そうですね、まあただオファーはかけてますんで、はい、大物が出てくると思います。はい、ということで中西君トラノアチャンネル、今回はね紅白戦を振り返っていきましたけど、皆さんチャンネル登録とよろしくお願いします。